どうもハルカットです。皆さんどのポケモンが好きですか？人それぞれ好きなポケモンがいますよね。そこで今回は今と昔でデザインが変更されていたポケモンについて見ていきたいと思います。では関係ないけど、ハルカットのキャラクターのデザインも昔は目緑だったけど今は赤です。どうでもいいか。というわけでよかったら最後まで聞いててください。今と昔でデザインが変更されていたポケモンをまとめてみた。ポケモンはこれまでの歴史の中で全898種類と数多くのポケモンが登場しています。今回はそんな中で実はデザイン変更されていたポケモンについてご紹介していきたいと思います。まずはこちらルージュラ。ルージュラは初代ポケットモンスター赤緑が登場しているポケモンです。人間の女性のような外見をしているポケモンですよね。今のデザインはこのようになっていますが、昔のデザインはこうでした。肌が黒くて唇も分厚く描かれていますよね。デザイン変更された理由は海外で黒人差別を助長するのではないかという批判や指摘が多く上がったためです。今では肌の色が紫色に変更されていますよね。アニメでも最初は黒色でしたが修正されて同じく紫色になっています。次はミュー。全ての DNA を合わせ持つとされているポケモンです。最初のデザインはこちら。足の模様だけちょっとだけ違いますよね。まあ多分この昔のミューはゲームでも出てきていないので特殊な個体ということですかね。次はカメックス。初代から登場する御三家水タイプのポケモンです。ゼニガメの最終進化系です。今のデザインはこれですが昔のデザインはこれでした。背中にあるロケット砲にご注目ください。よく見るとわかるんですが、昔のデザインはパカッと甲羅の中にしまえるようなデザインに対し、今のカメックスはよりコンパクトな状態に変化しています。昔の方がなんか迫力あって僕はかっこいいなと思いました。次はピジョン。これは昔もちょっとバラバラなんですが違いわかりますか？実は足の指の本数が違うんですけど、これはゲームフリークとカブポケどちらかで違ったようですね。ゲームでは3本指、グッズやアニメでは4本指でした。次はキレイハナ。ポケットモンスター金銀から登場しているポケモンです。分類はフラワーポケモン。今のデザインは黄緑色で頭で赤い花がついていますよね。昔のデザインはこちらでした。ルージュラーと同じく肌の色が変更されていますよね。元の色がなぜこの色かというと、多分進化前の謎の草臭い花が紺色なので進化先のキレイ花も同じ色にしたんだと思います。しかしキレイ花は人型であり、ルージュラーの肌の指摘もあったため今の黄緑色へと変更になったようです。とはこんな感じで今と昔のデザインが違うポケモンについてでした。ちょっとでも高評価をとったらチャンネル登録、そして高評価ボタンよろしくお願いします。では次の動画で、せーの、グッディー。